ぶっ込み来た。おい。面白い。バスロッドなんで。やばいことになって、いきなりガーって来た。わかる？もうこの竿の動き。おうおう。何これ。こんなの釣れんの？はやとチャンネル。連発。やったナイス連発。いいじゃん。ね。はい、ということでね、移動してきました。じゃじゃん。と長いしとるね。うん。これか。見た瞬間止まってるとりあえずそこでページがすぐ止まった他のもこういうのもあるんだけど、うん、どっちがどっちもいいと思うよ。うん、サバカ行きましょうか。浮きですか？浮きやんの？浮き、あ、普通に投げ浮き釣りですね。僕はぶっこみさびきでもやろうかな、たまには。足元さびきと浮きさびきとぶっ込みさびきとね、せっかくなんで3種やってみたい。贅沢ですね。うん、え、欲張りコース。欲張りコース。夏が近いからね。そういうことだ。そうそう、夏が近いと欲張り。夏だ、さびきだっていうことですよ。今なんかダパンプ歌ってなかった？何ダパンプって？高鳴る鼓動はって歌ってなかった？歌ってない。胸が高鳴るって言ったの。あ、そっか。もうこのさ、準備してるさ瞬間が一番なんかさ、うん、ワクワクドキドキじゃないですか。そうだね。この後撃沈することになろうともよ、うん、うん、釣れるという期待感のもとにね、こう準備する時間が一番好きですね。あなたにとって釣りとは？私もね、やっぱね、今ね、なんかそのいい意味ですごいこう元気になるみたいな薬でもあるし、こう自分をちょっと狂わすものでもあるみたいな。うん、そんな狂わされすぎだろ。え、あなたに言われたくない。釣りの変態に言われたくないです。よいしょ。ね、あ、これ蛍光のカゴじゃね、もしかして。そう、いつの間にこんなん買ったん？北海道で買った。またいいでしょう、いいでしょう、これ。これじゃあ夜釣り、イサキ釣りに行かないといけない。そうね。こういうのでほら、ちょっと効果を狙うっていうね。あ、うん。迷信を信じてるわけだね。言ってたんですよ。え、迷信なの？わかんねえ。なんか。魚に聞いてくれ。いや、魚は絶対光ってるものが好きだからも、ね、意味あると思うんだよ、俺これ。レクチャーやってもらっていいですか？え、フタヒロ？うん。よいしょ。はい、もうこれ引っかかってる。ちょっと引っかかってるから。うん、じゃん、両手、重り、重りからさ、うん、うん、はい、ここから、はい、はい、手のひらを広げて、広げて、はい、はい、一つ、そう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 、はい、一つね、これで一ひろ、はい、一ひろ、女の人ってね、少し短いんだよね、男の人ってね。じゃあちょっと長めにしようかな、うん、少しずっこい感じ、そうそうそう、ちょっと長めに、で、二ひろ、はい、二ひろ、はい、だね、うん、二ひろちょっと、うん、それぐらい、はい、それぐらいからやりましょう、はい、はい。かっこいい浮きだね。ファイヤー。ファイヤー。ぶっ飛んでくやつ。ファイヤーって。かっこいいね。そうなの。じゃじゃーん、網姫。こういうね、携帯用のね、やつがあるといいですよね。保存も効きやすいし。釣り具屋さんにね、行けないとかね、いう時にね、便利なんで。匂いもね、そんな臭くないんだよね、フルーティーっていうかね。よし、
うわめっちゃ湧いたよ。おお湧いてる。釣れないのかなこれ。またまたまた足元。よっしゃ、来た。何？なんだろう。小サバ。小サバか。小サバいっぱい釣って、また唐揚げにしたり。ねえ、唐揚げうまいよ。うん。小サバってマジうまいよね、唐揚げ。うん、身が肉厚なんだよね。雪はまだ沈む気配がありません。風はほとんど吹いていません。人影もまばらですので、もしかすると魚が最近入ってきていないのかもしれません。あの雪入ってる。サバじゃないかな。サバじゃない。なし。おお、アシ。やっぱりいたじゃん。ナイスじゃん。に流氷バックにアジみたいな。ごまんやつやな。やりました。そのアシ。これ。やったぜ。素晴らしい。やったね。とりあえず来たね。で。ここでアジの数をね釣りたいよね。アジって本当に何回釣っても楽しい。いないよね。なんだろうねこれ。6歳ぐらいからずっとやってるわアジ。もう早30年ですよ。どうしよう。お、浮きダンシング来た。浮きダンシング来たね。始まったね。試合だね。おっしゃ。おっしゃってこれ何？サバ。あ、サバ？でもまあなんか何かしら色々。おお、何かしらでも釣れるようになってきたね。浮きだって沈んでたもんね。ピコンピコンって、うん、いるじゃん。あ、なんていうの？ヒイラギ。でもなんか大きいよ。おー、いいヒイラギだ。どうしたら今リリース。それ俺持って帰りたい。本当？うん。いい？もちろん。ヒイラギ美味しいんだ。横から見たらちょっとヒイラギっぽいけど。本当にさ、今この釣れてないちょっとイライラ感がある中で、そういうね、さらに人を嫌がせることを言うかね、本当に手じゃなくて。
ぶっこみさびきやってみようね。ぶっこみさびきとはね、これね、海底に立つんですよね。だからそこを攻められると、それがね最大の利点。アジはね海底にいるのでね、そこにいるアジをね集中的に狙うには一番いい仕掛けですね。だけれどこいつのね一番の弱点は根掛かりね、そこにぶん投げるんで、だから、まあ、根掛かりしないような場所だよねやるのはいいですね。砂地とかね、泥とかね、海藻とか生えてるとね一発で根掛かりますからね。岩礁とかだったらね、もうワンタッチでもね。お、アジ釣れてんじゃん。ああ、連発。よし、これでね、結ぶだけですと。このね、玉が浮きで、海底でこう立たせてくれるんですよね。昔よくやっとったけど、最近これ全然やらんわ、このぶっこみさびき。よし。久しぶりのご登場でございます。よし、エビをね詰めまして、これを投げてぶっ込むと書いて、ぶっ込みを立つんですよね、海底でね。下からサビキがこう立ってるイメージ、海底に沈んで立ってる。竿置きとかがね、こうあればね、竿がコンコンってなるわけなんで、まあ、クーラーボックスとかにね、こういう風にしときゃいいんですよ。糸を張ってね。で、コン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 ってなるんでね。それが当たりの目印と。これは下から攻めてる。下からね。浮きは上から攻めてると。サビキもね、いろいろありますよね。おう、これがぶっ込みの面白いところだね。面白い。バスロッドなんで。あ、なんだ、ヒイラギ。ヒイラギだよ。うん、大きいヒイラギです。来てるよ。来た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 。よっしゃ、アジぶっ込み来ました。ぶっこみちゃん来たね。えい、ぶっこみさびき。久しぶりだよ、ぶっこみさびき来たの。なんと。でも一番下だからそこにいるんだ。じゃあもうちょっと離れてきた。そう。この一番下で釣れたんで、もう本当にそこにね、回遊してる感じ。そこ。はい、ぶっこみさびきできました。ちっちゃいけどね、アジ。完全にね、そこにいますね。そこ。そこを攻めるのにはね、最高の仕掛けです。当たった。お、また来てる。ん？違うか。ん？来てる、やっぱり。ヒイラギ。今日すごい。でもぼちぼちいい方だよ。どうした？いや、ちょっとやばいことになって、いきなりガーってきた。わかる？もうこの竿の動き。おうおう。なにこれ？まあ、ヒイラギかな。あ、え？あ、タイ。
あ、マダイじゃん、マダイ、マダイじゃん。こんなの釣れんの、マダイ。すごかった、バッて食ってきて。お、いいサイズ。いいサイズなの、やったー。綺麗じゃん、チャリコだけどね。チャリコだけど、うん、チャリコだけどあれだよ、塩焼きとかしたら美味しいかな。うん、うわ、やったー、あ、やったー、びっくりした。これ綺麗な鯛だよ、すごかった。ピンク色、うん、ねえ、すごい、やったやった、すごいじゃん、チャリコ、チャリコっていうのね。うん、でも綺麗なマダイだよ、ほら、ねえ、ちゃんと青いね、ブルーも入ってるし。あ、そうだよね、うん、なんか見たことあるこういうのみたいな。おお、ナイス、ありがとうございます、素晴らしい、すごかった。ブル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 ブ、そう、消費した分、もう雪辱果たしてくらい今。キスじゃん、でっか、でっか。今日どうしたん、今日どうしたん。すっごい手前だった、手前だった、すこれいいキスじゃん、やったー。ほら、そうなの、うん、これすごいいいキスだよ、ね、ほら、これいいキスだ。もう一匹釣る、もう一匹どころかもっと釣る。ナイス、今日どうした、やった。多分あの北海道での、うん、昨日、おとといの、うん、もう実力で、もうそのフラストレーションがこれでチャラだな、もうめちゃめちゃすごかったから、すごいな、こんだけ金かけて北海道でいろいろやったのにみたいな感じだったから持ってんね、やったぜナイス。今日はサビキ祭りということでした。投げサビキから足元サビキからぶっこみサビキをね、2回に分けてお届けしましたということでした。まさかのね、チャリコメモリアルフィッシュもね登場して楽しい釣りでした。ありがとうございました。えいのかーん、えい、またね、ぶっこみサビキをこうやって同じように入れてね、このパッケージに縛ってね、収納します。これぐらいハイライト当てないとね。こんなライトいらん、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 もう見えないもん。あの ほっぺたにあのツヤ玉できてますけど。え、そう、どういうこと。ほら、あの今日も一日日焼けしたからツヤ玉で、もう日焼け、化粧、はい、ちょっとファンデーションとか塗ってるんですけど、今日マダイ釣ったからね、はい、キスも釣ったしね、はい、ヒーローだよ、やりましたね、ヒロインだ、ヒロイン、やった、やりましたね。あんなのがさ、あんなのが釣れると思ってやってなかったから、ね、びっくり。あれなんて言うんだっけ、チャリコ、チャリコ、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます、勉強になりました。そうなんですか、楽しんで頑張る姿勢ね。いや、それはいつもでしょ、それはみんなそうでしょ、はい、ね、マサさんも、カヤトさんも、ありがとうございました、ありがとうございまし た, た、じゃあ美味しく食べてください、はい、イエーイ。謎のピンクのジャンパー今日は謎のピンクのジャンパーなおさんを着てるよね、てっ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 て、はい、ありがとうございました。はい、ヒイラギとね、キスを持って帰ってきました。キスはね、1匹いただきました。これね、ヒイラギの葉っぱみたいですよね、ギザギザしててね、意外とね、お刺身とかしても美味しいし、唐揚げにしても美味しいです。はい、下処理ができました。ヒイラギとかね、すごい綺麗だよね、美味しいんですよ。干物にしていこう。キスとヒイラギの、ね、
着物。はい、まずはね、ヒイラギからいってみましょうね。ほら、おいしそうに炙れました。そのまんま、うん、トゲトゲしいイメージがあるヒイラギですけれど、全部食べれる。骨もね、トゲトゲしくないです。うん、うまい、うまいね。このヒイラギのね、その魚の持つね、うまさがね、すごい干物にすると分かりますよね。ヒイラギはすっごい味があって美味しい。続いてキス、夢でキスキスキス、いただきます。うん、うまし。キスの干物めっちゃうめえ。レモンを絞って、うまいわ。アマダイとかね、そっち系、この白身がね、ちょっと味変。うん、これキスの干物ってたまらんす。うん、キス数釣りしたらこれいいかもしれないですね。うまい。